皆さん、こんにちは。サレジンです。いつも動画をご視聴くださりありがとうございます。心から感謝しております。本日はちょっとやってみたいことがまた浮かんでしまったのでやっていこうと思います。それではスタート。まずは久々の登場なので、こちらもホールドが型がちょっと汚れているので、こちらマスキングテープで綺麗にしていきます。ちょっと見やすいようにこちらワイを使っていきます。そうしましたらこちらですね、ジュエリーウォーターカラーのトルマリンとサンストーン、はい、こちらの2色を使って作っていこうと思います。で、どうしようかな。レジン液もマサルの涙使っていこうと思います。久しぶりです。はい、ではこちらにちょっと多めに入れてきますね。少し高粘度まではいかないんですけど、サラサラタイプもこちらマサルの涙は販売されているので、こちらはちょっと粘度が高いですね。コーティングも使えると思います。うまくできるかな。これってわあすごいとかそういうものを作りたいのではなくて、この着色剤を改めてこんなたくさんのレジン液に使ったことがないので、そしてこの2つは初めて今日開けたものなので、はい、使っていこうと思います。あ、振った方がいいですね。振ります。どれくらい入れたらいいんでしょう。ちょっと濃かったので一滴、ちょっと入れてみますね。サンストーン、赤赤かな、オレンジかな、どっちだろう。では混ぜていきます。シアン、シアンみたいなカラーですね。綺麗な、なんだろう、基本たくさん抜いちゃった。でも後でエンボスヒーターをかけるので、どうしようかな。ちょっとトルマリンが私の持ってたカラーではないので、ちょっと色の比率がこちらの方がかなり薄いので、ちょっと足します。本当は足したくないんですけどね。と比率がおかしいと綺麗に仕上がらないかもしれないので、混ざりはすごくいいですね。マサルの涙とこちらのジュエリーウォーターカラーの相性はバッチリです。そりゃそうですよね。同じグリーンオーシャンさんなので、気泡を飛ばしていきます。エンボスヒーターはちなみにグリーンオーシャンさんではないんですよね。持ってるんですけど、グリーンオーシャンさんのこのエンボスヒーターはすごくコードが短いんですよね。なので延長コード今ちょっとこの部屋にないので、ちょっと使用ができません。気泡が取れません。では流していきます。どうなることかな。
ちょっとこの2色を一緒に流したかったんですね。同じ量を流していかないと。混ざりましたね。こんな感じ。どうなっちゃうんだろう。わあ、綺麗。綺麗ですね。よし、じゃあ硬化させまーす。ではちょっとシワ寄ってそうじゃない？よいしょ、シワ寄ってます。シワ寄ってる。でちょっと反ってるので、よいしょ、ちょっと反っちゃっているので、このシワは後でコーティングするのに治るので、スプレー缶エレガードで真っすぐなってくれたかな。大丈夫かな。こんなシワ寄りましたっけ。私の硬化の仕方が悪かった。ここもシワが寄っちゃった。あれ、でも横は綺麗です。あ、でもここ寄ってるシワ。あら、こんなシワシワになりましたっけ。悲しい。悲しい。しかもなんかまだ柔らかい、ちょっとグミみたいな感じですね。新しいマサルの涙を使ってもなんかすごいグミみたいなんですよね。ぐにゃぐにゃしてるんですよ。 48W のこちらのライト久々に使ってるんですけど、このライトと相性が良くないのかな、きっと。悲しい。悲しい。はい、じゃあマスキングテープの上に固定していきます。悲しいな。悲しい。ではでは、先ほどのですね、こちらまた余ってるので、こちらでコーティングしていきます。なので、この V 字のところが漏れてってしまうので、ちょっとそこを気をつけたいですね。そう、角があるの、このアルファベットモールドの難しいとこ、そこですよね。角から漏れてってしまうという。筆記体で海のりをお願いしますっていう風にコメントもいただいてるんですけど、ちょっと海のりの動画たくさんで出しているので、ちょっともうちょっと
もしかしたら来年かな、わかんないですけど、こちらは首を長くして待っていただけるとありがたいです。筆記体のあれですよね、モールド、このアルファベットのモールドは難しいんですよね、作るのが。では硬化してきます。2分硬化してきます。はい、できました。手でか。ではここ穴開けてきます。こちらバサミの開け手で、はい、開けていきます。ここに穴開けます。シワが寄ってしまったので、なんで私シワ寄っちゃうんだろうな。ライトが強いのかな。あと一度に硬化させないこともありますよね。はい、では硬化します。はい、できました。めっちゃ綺麗、仕上がりました。はい、そうしましたらこちらは6ミリの丸カンです。取り付けましょう。完成。クジヤからめちゃめちゃ綺麗にできました。技法ゼロで作りたかったですね。ここも流れちゃったし、ここに流れちゃったし、ここの面は綺麗だったんですけどね。はい、アルファベットキーホルダーの出来上がりです。クリアカラー綺麗でしたね。こちらのジェリーウォーターカラーのトルマリンとサンストーン、こちらの2色を使いました。はい、本日はグリーンオーシャン縛りですね。マサルの涙と、はい、グリーンオーシャン縛りをしました。こちらの型もグリーンオーシャンです。本日はちょっとこちらのカードから引いていこうと思います。クリスタルカードですね。あれ？逆だった。ピンクのカードが可愛いですよね。
はい、ではそれではカールさんにお願いします。はい、では本日のラッキーカラーを教えてください。久しぶりにこちらは切ります。元気がいいカードです。久しぶりに手にしたから喜んでくれてるのかな。物に、あ、ちょっとすごくジャンプしたカードなので、いつもなら7枚目のカードをお見せするんですが、こちらすごく今飛び出てきたので、こちら見てみます。オープンしていきます。じゃん、クンタムクアトロシリカというカードが飛び出てきてくれました。ジャンピングしてきましたね。こちらのカードは幸せの循環、ラッキーナンバーは32、もしくは3と2になります。わー、でもすごく素敵、心が洗われますね、こちらのカラーは。はい、で本日はとても良い吉日だそうです。なんか今年もマヤ暦とかよくわからないんですけれども、そういったマヤ暦に詳しい方がおっしゃっていたんですけれども、この1年の中で今日が一番なんかすごくラッキーな日だそうなので、はい、でこんな幸せの循環という素敵なメッセージのカードが出てきてくれたので、はい、皆さんも自分が喜ぶ、ハッピーになるようなことをですね、されて、過ごされるのも良いのかなって思います。お掃除されたりとかですね、気分がとても洗われますよね、お掃除すると。はい、なので本日は幸せを感じながら過ごしてみてはいかがでしょうか。はい、ラッキーナンバーは32、もしくは3と2です。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。